あ、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先月はですね、中止になりまして、第2回目が中止ということで、今回が3回目、今年度に入って3回目になります。よろしくお願いいたします。でやはりそのプーチンがそのウクライナ侵攻をしましてね、で連日ですねニュースで流れて、いやこんなことするんだと驚きだと思うんですけれど、私は先代のそのお話を前から伺っててね、こういう状況の時に先代ならどうしますって言った時に、ものすごくすっきりした答えがいつも返ってくるんですね。こんな今みたいな状況が、ね、こんなままで終わらす人じゃないというふうに思ってますので、その質問をですねあえて、今ならどうしますってここで質問をするのをきっかけで始まりたいと思います。よろしいでしょうか。それで皆さんもそうでしょ、先代ならどうしますって聞きたいですよね。だって今 EU もできないね、アメリカもやらないね、それから G7 も動かない、こういう膠着状態を、だからどんどんでかくなるんじゃないですか、言うことがね。じゃあ先代、はい、それならどうしますまあそんなものはできる、何かができるわけではないんですけれども、ただね、僕は昔からやっぱり一つ信じていることがあって、それこの間先月か分かりませんけど、その僕の35年前に抱きしめて琵琶湖というイベントをやった時のフィルムを、映像を見てもらった時に、41歳のあの男は何を言ってたかというと、25万人が手をつないで、こういうことが成功しましたね、おめでとうございますという、まあ、インタビュアーのあれに対して、まあ、もちろんありがとうございますと答えてるし、ただ彼が何を言ってるかというと、もし25万人がきちっと手をつないだとか、みんなが1000円というお金をみんなが出したとか、そういうことが目的であるのなら、もっと社会性の高い国でやればいいって言ってるんですよね。それは社会性の高い国がいいか悪いかは分からないが、まだ例えばと言って一番に出したのが北朝鮮なんです。そしてソ連なんです。まだソ連は崩壊してませんが、ソ連、そして中国なんです。この3つを出してるんですよね、彼は。まあ、彼はって言ってるのは僕なんですけど、35年に見るとね、そういうふうに見えるんですよ、この若いやつが何を言ってるか。で、そういうところであればもっときっちりと、そんな25万と言わず100万人でもつなぐでしょうし、金出せって言ったらむしり取られていくだろうし、まあ、こういうことですよね。だけど我々の住む、要は日本を言ってます、我々の住むような人間性の高い国で25万人が手をつなごうとしたことに大きな意味があるっていう答えをしてるんですね。でこれはまあ僕は今もそれは変わらないし、ただ忘れてたので、あれあの映像を見て、おそうか、そのなるほどと、それはどうしてああいうことを言ってるかというと、最終的には人間性の高い国に世界は全部融合されていくと考えてるからなんです。社会性の高い国というのは、国民と社会性の高い国の関係っていうのは、先に社会というものの、いわゆるあるべき論があるんです。社会というのはこうあるべきだっていうあるべき論があって、そこに国民を合わさせていくんですね。でそれが社会性の高い国なんです。で人間性の高い国とは何かというと、個々が全部違うんです。人間は全部違う、二人として同じ人がいる、そういう人たちが集まってどう折り合いをつけて暮らしていくかっていうことが社会になるんです。だから社会はあるべき論のところに集まっていくのではなしに、
人々が集まることによって社会を作っていくわけです。だから常に社会のありようは動いてるんです。でこれがで、そして地球上に住む人々はみんなどっちを選ぶか、そんなものは議論するまでもない。人間性の高い国を選ぶのに決まってるじゃないですか。そうでしょ。社会性の高い国で人々の子というものが一人として認められたことはない。そういうことです。でも統治をする人にとっては社会性の高い国を作っていく方が統治はしやすいんです。でそれが今回のいわゆるウクライナ侵攻というのを見たときに、明らかに社会性の高い、すなわち勘違いをしてしまった、いわゆる権力だけを持ってしまった全く人間性のない人間が社会を全部命令か動かしたってことですね。でこんなことが世界が認めるわけがないですよ。でところがそのことにいわゆる社会というものがあるという前提の人たちは、いわゆる西側の人たちもみんなそのことに対して要は折り合いをつけようとしてる。折り合いはつきません。もう僕は今回プーチンがあれをやった時点で要はプーチンは終わった、終わるの決まってますよ。どれぐらいで終わるかって、もう今何をやってたって、今人間性の高い国がどういうふうに折り合いをつけるかだけの話なんです。だから NATO がどうするのか、動くのか動かんのか、まあ、いろんなことをやってますけれども、それは人間性の高い国が折り合いをつけることであって、社会性の高い国のやってることっていうのは全くデタラメだということを証明したんです、ね、だからどれぐらいでもか、いくらうまいことやっても夏を超えることはない。プーチンが夏を超えていることは絶対ないと思う。それはもうプーチン自身が一番よく分かってますよ。ただその時に彼が自殺をしたり暗殺をされることがあってはならない。これはね、絶対生け捕りにしなあかん。それで国際法廷というものを開設してそこに連れ出さなあかん。でそこで彼のやったことをすべからく暴かなければいけない。そしてそこに判決を下していく。処刑なら処刑でもいい、何でもいい。それは人間性の高い国の人たちがどう決めるかです。こういうことがで、僕はそういうことをどうして西側が赤裸々に西側の指導者が議論しないのか、またあれをやってるプーチンに大統領という称号